小物木神社境内飛島は日本海に浮かぶ島。山形県酒田市に属する離島振興対策実施地域。酒田港から北西3 9トルの沖合に浮かぶ。山形県唯一の有人島であり、島の東側の勝浦、中村、北側の方期の計3箇所の集落によって構成される。山形県に属するが、本土からの距離は、 秋田県の方が近い。山形県で最も北に位置する。新潟県の淡島、佐渡島とは一直線に結ばれた海の道であり、古来より交流があった。島の名称の由来には、鳥海山の山頂が噴火によって吹き飛んで、島になったという伝説がある。一方で古地図に、怪獣の名前を冠した、とど島、とんど島との表記もあり、決めがたい。なお、 島内に祀られた小物木神社は、長会山大物海神社と対をなしている。なお、飛島に付属する当初として五石島などがある。長短波実用無線電話開通記念日飛島は、約一千万年前に海底噴火によって形成され、奥尻島まで続く海底山脈の一部が海面上に出て島となっている。飛島と本土の間には、最上集状海盆がある。 海底から飛島地海がそびえ立つ。飛島地海は海面下130の140メートルで南北44キロメートル、東西12キロメートルの大地上となり、この大地の最高部がわずかに海上に現れたのが飛島。飛島は飛島地海の中央からやや南側にある。飛島の地形は4つの断球面と干潮時に 海岸線の周囲に現れる海食台の合計5面に区分される。飛島には、新第三期の地層と第四期の弾球体積物などが分布する。新大三期前期中心余末期に相当する、飛島層の業界質シとト、岩部層からは、漆、カエデ、箱柳、柳などの植物化石が産出する。これらは大島型植物群に属すると考えられる。 この時期には、飛島は沿岸性の陸地のような環境にあり、その後、1350万年から900万年前に、著しい人口により完全に海面下に没し、900万年から200万年前に、隆起や断裂、陥没により、海盆や地海が形成された。200万年から1万年前までに、地海は大地上になり、断球が形成されたと考えられる。 坂田市定期航路事業所旅客ターミナル。ここから定期船飛島が発着する。坂田市立飛島小中学校。その右は飛島総合センター。ありがとうございます。